切なものを守れるのは、いつだって何かを選べる人なのかもしれない。忘却の城で眠りについた空に出会ったリクは、自らの闇に立ち向かうことを決意した。あなたの心には闇があって、そこにアンセムが宿ってる。リク、選んで。心の鍵なんていらない。俺はアンセムと戦う。僕も信じてる。君は絶対に負けないってね。私の闇に沈め。リクはその心に闇を抱えながら、光に向かって歩む道を選んだ。光への道か、闇への道か。どっちでもないな。光と闇の中間だ。闇夜に続く黄昏の道か。そうじゃない、夜明けの道さ。空の眠りを守るリクは、偽りのキーブレードを持つシオンと出会い。あなたこそなぜ帰還を装うの？親友の眠りを邪魔させないためだ。お前が何者かは知らないが、所詮偽りでは俺には勝てない。13機関の狙いがロクサスとシオンを使って空の記憶から力を奪うことだと知った。空の記憶が空のノーバディから外側に流れ出してる。彼女にどんどん空の記憶が吸収されているの。今空は記憶のかけらをつなぎ合わせるために眠っている。でもそのかけらが私に流れ込んできている。だから空は目覚めない。ああ、その通りだ。リクは空を守るために避けられない戦いを覚悟し、俺はこれから機関のメンバーと戦わなければならない。負けてしまうかもしれないし、もしかしたら闇に飲み込まれてしまうかもしれない。シオンも自分の帰るべき場所を選んだ。私は空のところに、自分が帰るべき場所に帰るだけ。リクとロクサスは互いの大切なものを取り戻すため激突する。なぜ邪魔をする？お前が空の記憶に連なるものだからだ。キングダムハーツを解放する。そして全てを元に戻せ。そうすればあいつもまた三人でいられるんだ。シオンか。もはやその名しか思い出すことはできないが、今お前に無謀なことをさせるわけにはいかない。追い詰められたリクは闇の力を解放することを選ぶ。あれをやるしかないらしい。何？俺の心に宿る力、心の力で抑えた力。たとえ俺が俺でなくなっても。闇の力だ。大切な友を守る。リクはいつだってその道を選んで進んでたんだ。